北足立郡に属する町。人口は約4万4000人。旧武蔵国足達郡。関東平野の中にあり、町域はすべて平地で、山がない。おおむね東の境を綾瀬川が、西の境を原始沼川が流れる。町域の約60%は大宮第地上に位置し、残りは先日の河川沿いの中積平野である。 超域の最高点は、湖海湖地区の19メートルで、最低点は、綾瀬川と原子、沼川の合流点付近の8メートル。直下には、中央構造線に関連する、綾瀬川断層が存在する。東北新幹線が、町内南、東部を、上越新幹線が、中、北部に沿って、背骨のように循環している。昭和中期頃まではなし、葡萄などを栽培する。 典型的な農村であったが、1983年の埼玉新都市交通稲線の開通を機に土地区画整理事業が展開され、東京都心、埼玉市のベッドタウンとして宅地造成が進んでいる。2021年8月時点で国内で9番目に人口の多い町となっている。町名は江戸時代初期の関東軍大で利根川当選事業を行った。 稲中寺を排出した稲市の屋敷があったことにちなむ。平成25年7月1日現在市外局番は町内全域048。市内局番が 6XX、7XX、8XX の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は上尾稲局及び埼玉可能局。 郵便番号は、町内全域が362から 08XX で、上尾市にある上尾郵便局が集配を担当する。これ以外にも、境の全域と大技、小室の一部は、JR 宇都宮線発田駅が最寄り駅となっている。また、町内を東北新幹線、上越新幹線が通るが、新幹線に駅はない。タクシーの営業区域は、 県南中央交通圏で、川口市、埼玉市、河野市、上尾市、戸田市などと同じエリアとなっている。調整志向記念公園のバラ園町の木木星。ありがとうございます。